セレウス菌は、バシラス属に属するグラム陽性大肝菌で画法を有する、高規性菌である。土壌や汚水など自然界に多く存在し、酸性域では発育は悪い。食中毒の原因となる。常在菌として、健康な成人の10%で腸管の中に見られる。菌は4摂氏50度で発育、画法は1摂氏59度で発芽する。 摂氏100度10分間の加熱で大部分が不活化するが、画法は摂氏100度30分間の加熱にも耐え、画法の形で土壌などを中心に自然環境に広く分布する。70%の皮膚消毒用のエチルアルコールでも不活化されないという報告がある。そのため、速乾性殺式消毒剤に使用されるエタノール系、消毒剤に耐性を獲得した菌が残存し、 十分に滅菌されない。汚染された食物の接触により発生する感染性胃腸炎と血液中に菌が侵入し発症する菌血症がある。菌血症を起こしただけではほとんど発症せず、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱いものが時折、敗血症まで病状が進行した時のみ死亡例まで発展する場合がある。セレウス菌が起こす食中毒は、 毒素系食中毒なので、なっても免疫はつかず、何度でも感染発症をする。汚染された食物を匂いや見かけで判別することはできない。休止状態の画法を加熱や遺産では完全に不活性化することができず、オート型毒素はさらに耐性を持つ。毒素の量が増えてしまった食品は、再加熱しても食中毒を起こすので、本金での食中毒予防法として、 発芽と増殖の抑制が非常に重要になる。本菌によって引き起こされる食中毒は、菌が体内で増殖し、多量の毒素を排出して発症するゲイリ型と、食品中で増殖した菌が生産する毒素を大量に摂取して発症するオート型の二つに分けられる。日本での発生例の大部分はオート型食中毒である。 平成11年の日本全国の食中毒事件は、総数2697件で35214人の患者が発生した。このうちセレウス菌による食中毒は11件、患者総数では59人であった。食品衛生法第27条によって保健所への届け出が義務付けられている。ゲルゲン性毒素は加熱や pH4 以下の3などで不活化されやすく、食中毒症状は一般に軽いため1から2日程度で回復し、人から人へは感染しない。血液観点倍地上のセレウス菌コロニーゲリー型は、感染型食中毒で、ウエルシュ菌食中毒に似た症状を呈する。本菌が、画法形成などにより、不活化することなく、長官に達すると、小腸内で、ハビー、ネイッ、 サイトックなどの2種類のエンテロトキシン型下痢毒を酸性食中毒症状が引き起こされる。菌の摂取後、約8から16時間で症状が現れ、約24時間続く。乳製品や野菜、肉類が原因となりやすい。2000年の雪印集団食中毒事件では、黄色ブドウ球菌が検出された、製造工程のバルブなど2箇所から、セレウス菌も検出されている。 このゲリ型毒素本体は、タンパク質でできており、消化酵素、摂氏60度以上加熱、強酸で容易に、不活性化させることが可能なため、感染者に関わっても適切な毒素除去を行えば、食中毒が拡散することはない。セレウス菌の生産するエンテロトキシンは、ブドウ球菌、病原大腸菌、ウェルシュ菌の毒素のエンテロトキシンと同じ名称であるが、異なった。 物質なので要注意である。オート型は毒素型食中毒で、ブドウ球菌食中毒に似た症状を呈する。本菌は画法を形成することにより、食品の中でも摂取100度30分間の加熱調理過程を生き延びることができる。調理後の食品が長時間室温で放置されると、菌の増殖が起こり、この際産生されたオート毒を食品と共に摂取することにより、 引き起こされる。このオートドは、セレウリドと呼ばれるアミノ酸が、感情につながった小ペプチドで、消化酵素3、アルカリに安定であり、摂取120度15分間の処理を行っても、失活しない。症状は、毒素摂取後1から6時間後に現れ、8から10時間続く。通常発熱しない。カレーライスやパスタでの事例が多く報告されている。 これらの食品では調理後、保存中に菌が増殖するが、保存温度を摂取4度以下にすることで増殖を抑えることができる。患者が排泄した応答物を大量に摂取しなければ、患者から感染することはほとんどない。ありがとうございます。